窓関数、窓関数、窓関数とは、ある有限区間、台以外で例となる関数である。ある関数や信号、データに窓関数が掛け合わせられると、区間外は例になり、有限区間内だけが残るので、数値解析が容易になる。窓関数は、スペクトル分析、フィルタデザインや、音声圧縮に応用される。窓関数を単に窓ともいい、データに、 窓関数を掛け合わせることを窓を掛けるという、実装可能な有限のタップ数を持つフィルタにおいて、生じる制約の範囲内で、周数分解能とダイナミックレンジのバランスの調節を行うための関数である。フーリエ変換は、区分的にフォーミュラ1級な任2の関数フォーミュラ2を三角関数、あるいは指数関数の線形結合で表す。なお、 フォーミュラ3のフーリエ変換をフォーミュラ4で表す。フーリエ変換では関数フォーミュラ2も三角関数も無限区間フォーミュラ6で定義されている。しかし実データを数値的にフォーリエ変換するなら無限の長さは使えないので有限区間フォーミュラ7でフォーリエ変換を行い区間外は無視することになる。これは関数フォーミュラ2を 区間外で例とみなすことに等しい、区間内のデータを周期的に繰り返すという表現をすることもあるが、DFT、離散フーリエ変換の場合はこの二つは、等価ある。つまり、関数フォーミュラ9と関数の積フォーミュラ10を求め、そのフーリエ変換フォーミュラ11を、フォーミュラ4の代わりに得ていることになる。この時掛け合わせた関数フォーミュラ13が、 窓関数である。ここで定義した窓関数フォーミュラ13、区形窓という、でなくても有限区間外が例で、区間内が有界な関数ならば、窓関数として使える。そこで、様々な窓関数が考案されている。実際、上の区形窓はあまり性能が良くない。それは、フォーミュラ15に著しい不連続があるからである。実際に使われる窓関数のほとんどは、 両端が滑らかに小さくなり、区間外の例につながる山形の関数である。窓関数を使って求めたスペクトルフォーミュラ11と本来のスペクトルフォーミュラ4はもちろん同じではない。席のフーリエ変換はフーリエ変換の畳み込み、つまり、である。余分なフーリエ変換の結果は変化するが、 この変化は望ましいものではない。一般に、フォーミュラ18は、中心が、絶対値が大きく、両側に離れるにつれ小さくなるが、例になることはない。フォーミュラ13が、有限区間外で例ならば、常にそうなる。ただし、単峰性ではなく、図のように、無数の峰を持つ。各々の,の,の峰をローブといい、中央の一番大きいローブを、メインローブ、他を、 サイドローブという。このようなフォーミュラ18が畳み込まれることにより、スペクトルはピークがなまり、周波数分解能が下がり、ノイズフロアが上がる、ダイナミックレンジが狭まることになる。窓関数には、という二つの特徴が要求される。しかし、この二つはトレードオフの関係にあり、両立させるには限界がある。そのため、ある状況では最適だった窓関数が、 別の状況ではそうではないということも起こる。周波数分解能とダイナミックレンジの概念は、窓関数の使用者が何を行おうしているかに依存しており、やや主観的な傾向がある。しかしながら、周波数分解能やダイナミックレンジは、定量化可能な全リーク量と密接に関連する。リークは、一般的に等価の帯域幅フォーミュラ22として表される。 リークについて DTFT による長方形、高さはスペクトルの最大で、幅はフォーミュラ22への再分配を考えた場合、より多くのリークはより大きな帯域幅となる。入力信号がランダムノイズ成分を含んでいる、あるいは単にランダムノイズである時、それぞれの DFT 便に含まれる平均電力に比例するため、この帯域幅は 雑音透過帯域幅もしくは等価雑音帯域幅と呼ばれる。一定時間で平均化したパワースペクトルのグラフが一般的に水平なノイズフロアとして現れる現象はこの結果発生している。ノイズフロアの高さはフォーミュラ22に比例する。よって2つの異なる窓関数では異なるノイズフロアが発生する。フーリエ変換に限らず DCT サンコサイン変換や連続ウェーブレット変換でも窓関数を使う。とりわけ、近年、音声圧縮などに使われる MDCT、修正サンコサイン変換のための窓関数はプリンセン・ブラッドリー条件という他の用途では要求されない性質が必要なこともあり、独特なものが新しく登場している。なお、プリンセン・ブラッドリー条件を満たす窓関数を MDCT 窓、プリンセンブラッドリー窓などという。変わった応用では窓関数をかけるのではなく、畳み込むという手法がある。フォーミュラ25、畳み込みのフーリーエ変換はフーリーエ変換の積なので窓関数がデジタルフィルタとして働くことになる。窓関数はデジタルフィルタのデザインにも用いられる。シンク関数によって、 理想的的な無限系列中のや、無限インパルス応答のフィルター処理を、有限系列中の FIR、有限インパルスをフィルターデザインによる処理に変換する場合などがこれに該当する。これを、ウィンドウメソッドと呼ぶ。特に断らない限り、区間をフォーミュラ26にとり、フォーミュラ27と正規化した式を書く。区間をフォーミュラ28に取る資料もある。 フォーミュラ29となる場合分けは省略した。フォーミュラ30を適宜補って読んでほしい。離散化するには、フォーミュラ31に対して、フォーミュラ32とフォーミュラ33の2種類の方法があるが、特殊な用途を除き、どちらでも大差はない。また、はじめからフォーミュラ34に対する関数フォーミュラ35や、系列フォーミュラ36を表す資料もあるので、 注意してほしい。グラフは、フォーミュラ32とり参加したときの窓関数自身と DFT で求めたパワースペクトルである。レクタングュラーウィンドウ、方形窓とも、単に有限調のデータを用意しただけのとき、暗黙のうちにこの窓関数を使っている。理論上、周波数分解能は最も良い。ガウスウィンドウ、ガウシアン窓とも、 ガウス関数の風冷変換は再びガウス関数になる。ガウス関数は無限に広がるため、実用上必要な長さまでで計算を打ち切る必要がある。無限に広がる窓関数を不連続に打ち切った場合、区形窓をかけたことになり、通過帯域と阻止帯域にリップルが発生し、サイドローブも大きく上昇する。主にガボール変換や連続ウェーブレット変換で使われる。 半ウィンドウ、ハンは人名由来だが、慣習的に、小文字で書く。本半窓、事情予言窓、レーズドコサインウィンドウとも、が考案した。ハンマ窓及び口実のハミング窓は、後の研究で口実する一つの関数属、一般化ハミング窓、レーズドコサイン、または、ジェネラライズドハミング窓に分類されたため、ハンとハ,ハミング、ハミング両名の名前から合成された。 ハニング窓、ハニングウィンドウという呼び方でハンマドを指す場合もある。最もよく使われる窓関数の一つ。ハミングウィンドウ、ハミングは人名だが、慣習的に小文字で書く。ハンマドの改良版として、リチャード・ハミングが考案した。ハンマドと並び、最もよく使われる窓関数の一つ。ハンマドより、周波数分解能が良く、ダイナミックレンジが狭い。 区間のの両端で不連続なのが特徴。ジョン・テューキーが考案した。コサイン関数を用いて以下のように表される。ここで X は窓の幅である。ハニング窓、ブラックマンウィンドウが考案した。ハン窓、ハミング窓より周波数分解能が悪く、ダイナミックレンジが広い。この種のフィルタの中では最もよく使われる。カイザーウィンドウ、カイザー。 ベッセル窓とも言うが、後日のカイザー、ベッセル派生窓と紛らわしい。JK カ,カイザーが考案した。柔軟な特性変更ができるため、デジタル信号処理においてよく用いられる。実数パラメータフォーミュラ44を持つ、フォーミュラ45をパラメータとすることもある。フォーミュラ46が例であれば、区形窓そのものである。フォーミュラ46を大きくするほど D。 英変換の理論上において、最も理想的な特性を持つガウス窓への近似度を高めることができ、周波数分解能が悪くなる代わりにダイナミックレンジが広くな。フォーミュラ46の調節だけで2種類の窓関数の特性の間を連続的に推移できるのが最大の特徴である。周波数分解能はおよそフォーミュラ49に反比例する。フォーミュラ50では、 区形窓と同じ。フォーミュラ51ではハミニング窓に、フォーミュラ52ではハン窓に、フォーミュラ53ではブラックマン窓に似た形になる。ただし、フォーミュラ55は第一種の例字の変形、ベッセル関数、バートレットウィンドウ、三角窓とも、教科書には必ず出てくるが、実際に使うことは少ない。 エクスポネンシャルウィンドウ。減衰積分を行うとき、暗黙のうちにこの窓関数を使っている。コンパクトサポートでないので、実際に使うときは適当な区間の外を例にする。左右非対称なので、エコー検出など、時間非対称な問題に使う。ハ半窓とハミング窓の一般化。実数パラメータフォーミュラ58を持ち、フォーミュラ59でハ半窓、 フォーミュラ60でハミング窓、フォーミュラ61で区形窓になる。バートレット、ハンウィンドウ、修正バートレット、ハン窓とも、バートレット窓とハン窓の線形混合、異なる比率のものを使うこともある。ナトルウィンドウ、ブラックマン、ハリスウィンドウ、ブラックマン、ナトルウィンドウ、フラットトップウィンドウ、スペクトルのメインローブの長部が平らであることから、こう呼ぶ。 別の式で表される窓関数をフラットトップ窓と呼ぶことがある。パージェンウィンドウ、ガウス窓の区分3次関数による近似。赤池ウィンドウ、ウェルチウィンドウ、MDCT、修正理算コサイン変換の全処理に使う。MDCT での変数定義の慣習に従い、理算化にはフォーミュラ71のデータ数をフォーミュラ72とした式。 を用いることが多い、サインウィンドウ、半波予言窓とも、MP3 など多くのフォーマットが使用、ボービスウィンドウ、ボービスが使用、カイザー、ベッセルディライブドウィンドウ、KBD 窓とも、AC3 や、A、AC が使用、ロンチョッシュウィンドウ、ランチョッシュフィルタとも、整数パラメータフォーミュラ75を持つ、フォーミュラ76の値によって、フォーミュラ76次ランチョッシュ窓、 ラン乱シュフォーミュラ76、窓などと呼ぶ。データのデシメーション、画像縮小などの全勝利に LPF、定期通過フィルタとして使われる。ただし、フォーミュラ80は正規化、シンク関数、ブリック、ウォールフィルターズ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。